おはようございます。元気？うちな、元気ちゃうねん。はい、というわけで今の時間が8時55分、エステに行ってから帰ってきました。今日は一日お休みでエステにだけとりあえず行って、5時半ぐらいからエステ行って今帰ってきたんですけど、今日はもう本当にカメラをする準備もなくて、でも日本語おかしい。カメラを準備する元気もなくて iPhone で撮ってます。もうこういう日もあって本当に、まずはごめんね。5月ってうざくない？マジムカつく。5月、なんでムカつくかっていうと、いつもみたいにさ、広角のカメラじゃないからさ、もう冷蔵庫とか普通に使い出したら全然見えないけど別にいいよね。ごめんね、今日はそういう日。まず5月のうざいところその1、雨多い。梅雨まで待てよ、雨ぐらい。黙って待てば梅雨来て、まあ梅雨し知らないよねってみんな言ってくれるんやから待てよ、雨ぐらい。てか、ついに本領を発揮するために、まじ、溜めといた方がいいよ、雨とか普通に。使いすぎマジダメだよ、そういうの。そういうの本当にダメだと思う、私。で、その2。5月病。うっさい5月病。ごめん、本当にごめんなさい、申し訳ございませんですけれども、今回の動画はもう本当にほとんど悪口を言ってます。本当にすいません。まず、先に謝ります。悪口は多めです。はぁ、もう、こめかみがいるし、こめかみじゃない、もみあげ。それで今日は一日休みで、もう本当に何もしたくない。私、休みがあると絶対に、まあ外に遊びに行くか、まあ友達と会うか、買い物でもして、ストレス発散とかをするタイプなんですけれども、もうそれもできません。もうダメです。で、めっちゃ寝ちゃうの、私。もうこの前なんて15時間ぐらい寝てたし、2日3日ぐらい、マジそれぐらい、15時間ぐらい寝ちゃって、で、寝すぎてもだるいじゃん。でも眠いの、一生。で、今日は、昼前ぐらいに起きて、そう、最近ね、まあ、うちずっと永遠にダイエットをダイエットをダイエットとか言ってるんですけど、ちょっとだけダイエットの方法をね、変えてまして、食べる時間をすごい大事にしてて、白米とかはがっつりちゃんと食べないと、やっぱ脂肪が燃えないことに気づいて、体重が落ちないことに気づいて、ちょっと、レタス洗いたいから移動するね。そう、食べないとダメなことに気づいて、でも、夜食べるとそれって全部脂肪になっちゃうから、意味がないのよ。だからマジで、白米は食べる時間を気にした方が良くて、17時までにご飯を食べれる場合はがっつり白米を食べるんだけど、まあさ、仕事的にもさ、そううまくいかないわけよ。毎回17時までに夜ご飯を食べ終えるかって言われたらそうじゃないから、あ、今日は絶対夜ご飯食べる時間過ぎちゃいそうだなって時にはお昼に食べたりするのね。だから今日もエステがあって案の定この時間に帰ってくるから、お昼がっつり焼き魚と白米と、あの、きんぴらじゃなくてなんだっけ、美味しいやつ、大根の切り干し大根だを食べました。でもそれだけで夜我慢するっていうのは私できなくて、普通にストレスだから、だから夜は白米を抜いたヘビシー食材、だから今日はレタシャブをする、そういう感じで最近はダイエットを一応継続してます。11時までにね、夜ご飯食べ終われればいいんだけど、それができないから、できる時はもちろん11時までなら白米を食べるんだけど、どうしても仕事とか、まあ、こういうエステとかで潰れちゃう場合は潔くお昼に白米を食べて、夜はヘルシー食材で。もう本当に最近もうやばいの、私。てか動画で何回か5月病言ったか言ってないかも忘れたんだけども、それすらもう本当に、私東京に来てから5月病が本当にひどくて、東京に来てもう4年目かぐらいなんですけど、本当に5月の何にもやる気起きないし、ずっと眠いし、ずっとだるいし、マジバッドタイムなんだよ。天気が良かったらまだね、まだいいのよ。今日はめっちゃ天気晴れてたからまだいい方なんだけど、昨日もう雨で1日ずっと、もうやば、まあ、低気圧と5月とっていう、昨日すっごいしんどかった。なんか何がしんどいかもわかんないんだよね。別に何かあったわけじゃないのに5月っていうだけで気分上がらないし、何もやる気起きないし、ずっと寝てたいの。全てのやらなきゃいけないタスクがもう一気にボーンって押し付けられてる感覚、うまくこなせない全てのこと、物事を。なんかそれぞれさ、じゃあ例えば今私がやってるさ、ブランドのことだったり、アパレルのブランドのことだったり、まあ、YouTube のことだったり、楽曲のことだったり、まあ、いろんな5個ぐらいさ、仕事が分野で分かれてるとして、それぞれで動いてて、それぞれの締め切りっていうかさ、これまでにこれちょっとお願いしますとか、これまでにこれどうするか決めといてくださいみたいな、それぞれバラバラであるはずなのに、それが全部一気にボーンって来てる感覚がするの。なんか頭の中でいつもだったら、あ、とりあえずこれをやって、これをここまでに終わらせて、そうすれば次これに取り掛かれてこの期限が守れてっていう感覚でちゃんとできるのに、5月っていうだけで
何が面白いの5月っていうだけでその期限が全部 なかったことになって あれもやらなきゃいけないしこれもやらなきゃいけない あれもあったしこれもあったしあでもあれもやらないとあこれもやらないとあれもやらないもう一気にもう全部の整理がつかなくなってもうすいません無理ですってなるの本当に分かるその気持ち誰も分からないお願い分かるって言って嘘でもめっちゃめんどくさい女みたいてかやっぱりさスマートフォンとさ広角じゃないからいちいちこうやって顔のぞかせて喋らないといけないからちょっと大変かもベビーご飯食べた食べ終わったのそう、 うちの子最近ねもう最近ってここ最近、まあ、ずっとなんだけどご飯をちょっとだけ残してその前で待ち構えるのでそれを取ろうとするとブチ切れるのありえないぐらいこれも5月だから怖い5月って本当に恐ろしいやっぱりレタスで店出るのに店入れすぎた、まあ、いいやもう何でもいいんです美味しく食べてれば何でもいいんですでって別に接続詞になってないんだけど今日お休みだったからさ昨日の私お休みの日の前日はあの寝落ちするのが一番好きなのなんか映画を見ながら寝落ちが一番気持ちいいじゃん普通に考えてだからあのうわ久々にやっちゃおう行っちゃうよと思って映画見ながら寝落ちしようと思ってでディズニープラスを見ててなんかディズニーが見たい気分だったのなんか私ってプリンセスかもって思ってちょっと待ってごめん本当に私頭おかしいの今いつも黙れる私ってやっぱプリンセスだなと思っててか普通にプリンセスやんどう考えてもプリンセスと同じ気持ちになろうと思ってディズニープラス開いたら私結構ディズニープリンセス映画めっちゃ見てるのね大好きでだからなんか全部見たことあるかもと思ってんーどうしようかなってあさったらコウノドリが国内おすすめ映画みたいな感じドラマみたいな感じ出てきて私 TikTok の切り抜きの天才でしか見たことなくってずっと気になってたので見たいかもと思って見てみたのそしたらもう面白すぎて面白いっていうかあれさ割とさ1話完結型っていうかさ、まあ、何話も続いてるんだけど1話ごとにこう区切りがあるじゃんだからもう1話ごとに泣いちゃうの泣いちゃうというかもう気づいたらもうたらーって涙がえみたいなあれすごいよしかもなんかさその医療関係者の人が選ぶ本当にリアルな医療ドラマって多分コウノドリ結構それで有名じゃん結構あれが一番リアルですみたいな口コミ見たことあるからうわっと思って泣いちゃって3話まで見て今日のお昼4話見ておもろいなんかちょっと首長くなったと思わない最近この辺を頑張ってますよよよよよよよ知ってるなんか TikTok のさマグネティックアイリットのなんかチルバージョンあるじゃんそれでなんかダンスしてる人よいしょよいしょあいよあっとみたいなあれ踊りたいんだよねでもなんか頭の中では別に踊れてるのてかあのしなこダンスとかもそうなの頭の中では踊れてるつもりけどいざ踊るってなるとああなっちゃうの最近はそのマグネティックがのチルバージョン流れてこないみんな This my I want ぐらいのめっちゃゆっくりなリズム感で This my I want よよよよポンポンみたいなあれ踊りたいんだよね憧れなんで鍋ってこんなに楽なんだろう私さ1個みんなに質問こういうさなんか冷凍してあんのよ正直このさ1パックをさ1回で使うのって多いのね1人暮らし的には1人暮らし的には多くてこういうの冷凍してあるんだけどこういう冷凍ってさ逆にいつまで持てるのいつまでなら大丈夫なの今日ちょっとこれ使おうこの鮭とか多分1ヶ月以上経ってんだけどとりあえず冷凍してあるんだよねいつまで食べれるの教えてうざい言い方ねえアップデートしようこれをすっぴんにやるのにハマってますすっぴんの時にやるのにすっぴんの時にやるのがハマってますフルーツシッパーのニューかわいいみんな聞いてみてめっちゃ言うたら言われそれをすっぴんの時にいかに盛り顔でやるかねえアップデートしよう大好きな人がニューかわいいかなはい、ありがとうございました。暑い。マンション全体的にそうなんだけど、めっちゃ暖かいじゃん。一軒家に比べて。でも、冷房つけるまではないんだけど、ちょっと暑いの。そういう時どうすればいい？窓開ければいいか。解決。いや、なんか私、窓開けるのそんなに好きじゃないんだよね。これって本当は解凍した方がいいんだよね。ごめんなさい。5月の私はそういうこともできません。もう入れちゃいます。これも全部5月なので、5月のせいです。すみません。あれ話したいと思ってたんだ。東亜の、それ誰も聞いてねえよ話、開幕。私って YouTube で誰も聞いてないのにさ、なんか発表したりするじゃん、いろいろ。最近の推しは、とか言って。誰にも聞かれてないのに。で、その、東亜の誰も聞いてねえよ話で言うと、私メット柄見るの大好きなの。で、最近もあったじゃん。メット柄の前からなんだけど、私最近のロールモデルが、タイラちゃんっていう、多分、海外の TikTok 流れてくる子は多分わかると思うんだけど、Baby say that, baby hard っていうさ、お尻振ってる知らない？あの子のビジュアルが大
好きで、で私別に誰にも言ってなかったんだけど、ロールモデルがリアーナだったの私ずっと。けど最近はちょっと、最近のロールモデルはタイラちゃんに変わりまして、もう可愛いあの子、もうあのビジュアルがもう大好き、もうあれになりたい。みんな調べてみて、タイラって、タイラ、だ TYLA 違ったらごめん。あートバちゃんこれになりたいんだ、無理なのにねって思いながら一回見てみて、本当にあれになりたいの、もう可愛い、もう可愛すぎてね、えアップデートしようって感じ、っていう感じ。本当に何もやる気じゃないんだよね。でもみんなもそうじゃない？てかみんなもさ、てかみんなの方がさ、今結構さ、しんどい時期じゃない？勝手に決めつけ。だってさ、新学期始まってさ、ゴールデンウィーク終わってさ、今って一番なんか、体力的にも来る時じゃない？どう？大丈夫みんなは。だ新中学生とか新高校生とか新大学生とか新社会人とか結構一番ゴールデンウィーク明けが、だってさ、とりあえず入学して、まあ楽しみとかさ、いろんな感情があるじゃん。で一回まあ入学なり入社なりしてみて、まあとりあえずゴールデンウィークまで頑張ろうってなるわけやん。でも次の頑張りどころって、学生は夏休みだし、社会人だったら夏休みないとこもあるし、てかないとこの方がほとんどか。え、何に頑張ればいいの、次何をモチベーションに頑張ればいいのとならない？私結構なってたの。モチベーションがないと何も頑張れないタイプだから。だから海外旅行とかもさ、よく行くけどさ、正直海外旅行決まってからのモチベーションって本当にすごくて、何月に海外行けるから頑張ろうってなるし、マジモチベ作んないとしんどいよね絶対。わかるよその気持ち。だってさ、クラス替えとかあってさ、気づかないうちに精神的に来てると思うの。なんかずっと気張らないといけないし、とりあえずは嫌われたくないし、本音で話せないし別に、じゃない？そんなさ、クラス替え当初からさ、本音でバン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 言えないじゃん、人間だし。結構しんどいよねみんなも。5月を乗り越えて梅雨明けまで頑張れば、一旦うちら夏が来るから、それまでが。はい、もうなんか姿勢がもうずっとなんかこんな、もうこう分かる、もうずっとこんなになっちゃう、もうやだ。なんでこんなさ、分かる。ベビーさん、さっきからご飯減ってないけど、ちょっとなんか3口ぐらい頑張って。なんかこの眉毛の中にニキビできた。私ここに最近ニキビできやすくなったんだよね。何これ、なんか顔が疲れてるね、何もしてないのに。よっ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 、何笑っとんで。あ、もうおかしい情緒が。5月って、私別に学生の頃そんなことなかったけどな、5月病でみたいな、なかった。なんでこんな急に。なんかうちってさ、結構動画的にもなんかポジティブでみたいな、明るくて前向きでみたいな、そうやって思ってくれる子も多分多いじゃん。実際そうなんだけど、全然こんな、もうほんとダメダメな日もあるよ。ちなみにご報告、今日はダメダメな日もありますっていう。でも本当にたまにさ、ダイエットとかも何のためにやってんだろうと思う時もあるし、全然もうやめてやろうかなと思う時もあるし、今は割とその緩い時期、そんなハードでダイエットやってないからあれなんだけど、ハードにやってない時こそ思うかな私。ハードにやってないけど食事とかは気をつけたいし、エステとかもちゃんと行って体直したいし、けどこれって私何を目指して何のためにやってんだろうと思う時もあるもん。全然マジちょ、ごめんね、5月だからね。今なんか、え、やばい、ともちゃん大丈夫、読んでるとか、ごめんね、本当に大丈夫、マジ5月だ、5月のせいだから、全部自分で分かってます、大丈夫です。はっ、この前さ、コンロさ綺麗にしたばっかりなのにさ、飛ぶんじゃねえよ。わかります、うちが悪いのね。はい、もう OK、 はい、OK、 食べよ食べよ。うん、熱いね。せーの。そういえばこのボトル、なんかどこですかって聞かれたんだけど、これコストコで買いました。なんか作りすぎた。お昼ご飯あんなにがっつり食べたから、言うとお腹空いてないんだよね。明日の仕事が多分夕方からだった気がするから、お昼ご飯にしようかな。でもやっぱスーパーとかもさ、もう夏仕様でさ、鍋の素とかマジ売ってないんだよね。全然夏でも私鍋食べるからさ、ちょっと改善をお願いします。うまい。うん、ご飯を裏切らない。最近ね、ナインボーダー見てて、U-NEXT の、言ったっけこの話、川口春奈ちゃんが主演してるやつで、19歳と29歳と39歳のその3人の姉妹がなんかいろいろ物語を展開していく感じなんだけど、それを見てて、あやちゃんにお勧めされたんだっけな、ね、そうだ、あやちゃんにお勧めされて見たんだけど、めっちゃ面白くて、で昨日見てたんだけど、大人になることって、え、マイク？ちょっと待って、
大人になることっていいことだと思う、悪いことだと思う。みんな今の年齢からさ、下がることができなくて上がることしかできないから、まあ、とりあえずポジティブに考えていいことだよねっていう風にするのを一旦置いといた時に、もしじゃあ今年齢を下げることもできる、上げることもできるって言われた時にどうする、みんななら。私はね入る気もずっと早く大人になりたいと思ったの、学生の頃。もう早く卒業して早く東京行って自分の好きなことをやって、何にも縛られず誰にも何も言われず好きなようにしてみたいな思ってたの、思ってたんだけど、じゃあいざそれが現実になった今、うわ、高校生の頃って本当何も考えずキラキラしてたなと思ったの。でもだからといって戻りたいかって言われたら分かんないんだよね。でもな、年は取りたくないな。年取っていいこともあるんだけど、最近思うのが、やっぱさ、いろんな大人と関わるようになってこんな考え方もあるんだとか、やっぱり大人話してると楽しいな、私って。いろんな経験をしてきた人だからだし、まあ友達もさ年上ばっかりだから、いろんな新しい発見があるのよ。でも私ってやりたいことがありすぎて、死ぬまでに全部叶うのかなって不安になって、まあもうずっと今の年齢がいいと思っちゃうの。なんかそれはなんか年を取りたくないっていう言い方したらちょっと違くて、やりたいことがありすぎて追いつかない、追いつかないっていうか、じゃあ人生100年時代じゃん。だとしてもあと私79年あるじゃん、今21だから。79年もあるって思うか、79年しかないって思うかって言うと、私79年しかないって思っちゃうの。やりたいこととか叶えたい夢がありすぎて足りない。だからずっと今の年齢のまま時ばっかり進んでほしいと思うの。それがすぐ叶えれることじゃないから、やりたいことがね、もう本当に、もう本当にめっちゃ大きいことを言うと、本当笑ってね、メットガラとか出てみたいし、あと映画とかにも出てみたいし、あとワンマンでライブとかもしてみたいし、海外に住んでみたいし、海外で仕事してみたいし、海外で有名になってみたいし、なんかビルボードのランキングとかに乗ってみたいし、そういうもう本当にちっちゃい子が夢と希望だけで、もう何も考えず夢と希望だけで考えてた夢があるのね、私。そうだから足りないのよ、正直。時間が。わかるかな、この言いたいこと、私が言いたいことって。もっといろんな経験したいし、もっといろんな夢見たいし、いろんな恋愛したいし、人生で一回は結婚してみたいし、これを思ったのも TikTok だし、めっちゃ海外の TikTok 流れてくるの、そういうのばっかり見てんだけど、そしたらもう超田舎の庭が広いところで太陽が当たるダイニングテーブルがあって、そこでおばあちゃんがこれから孫と娘とかが来るから、なんかパイを焼いてる準備をなんかあげてたのね。それを見て、うわ、私こんな老後過ごしたいなと思って、とりあえずいろいろなのもここじゃ語りきれないぐらい、いろんなことやりたいし、でも言ったらめちゃめちゃ貪欲に生きてる。私ってすごい経験することが好きなのね、何でもかんでも。だから多分よく言ってもらえるのが、なんかすごい大人っぽいねとか、なんか私が21歳の時はそんな考え方できなかったとか周りから言ってもらうこともあるんだけど、それって多分経験の数なのよ。え、わかる？なんか言いたいことわかる？経験量、経験値の問題で、別にその人の生まれ持ったものでもないし、なんか見た目でもないし、どんだけ経験して自分の頭で考えて行動して結果が出て、それいい方にも悪い方にもね、だと思うのよ。何の話してんの、あれ忘れちゃった、もういいやなんでこんな話になったんだっけ。ナインボーダー、とりあえずナインボーダー見てみて、みんな一回なんかいろいろ考えさせられるよ。うん、ごめん、また悪い癖でさ、こうだよね。マジで私こうやって食べるわ、こうやって食べないわ、ここ韓国じゃないのにね。そういえば今日の夢で、あやちゃんとあのバンバンザイにみゆちゃんと喧嘩する夢見た。でも夢占い調べたら、それはあのより仲が深まる合図だって。イエーイ、よろしくねでもさ、おかしいよね、コウノドリを見ながらさ寝落ちしたのにさ、その夢見るって。不思議ちゃん、私今でも忘れない夢があって、めっちゃ怖い。これね、誰かが話してたんだよな、この忘れられない夢って。 PK かな、私なんかの動画を見てて忘れられない怖い夢があるって言ってて、で、うわ、私もあると思って話そうと思ったんだけど、ほんと多分私が小学生の頃に、私のいとこが4つ上のお姉ちゃんなんだけど、めっちゃ仲良かった。もう小学校の頃とかも毎日遊んでて、今でも超仲いいんだけど、寝てたら寝室でそのいとこがスパイダーマンに連れ去られる夢を見たの。それがもう怖すぎて私テンパっちゃって、今でも覚えてる、それっていう死ぬほどしょうもない話でした。やばい、意外にペロッと食べちゃった。え、私レタス2玉入れたよ、すごっ。なんか空いてじゃないとか言ったの大嘘じゃん。今日半身浴しながら今度より続く見よう、また泣いちゃうよ。生命の誕生ってすごくない。はい、スタートよ。まあ、そんなもん。
ねえ、うまい。アイスめっちゃ悩む。このハゲダツのイチゴのトリュフかミルクティーサンドアイス、どうしよう。どっち行けば今私こっちかも。やっぱ食後のアイスってやめれないよな。やばい、もう52分も撮ってる。一口食べて完成って終わるね。待って、最悪。ずっとお玉刺さってたんですけど私に。あ、やばい、宝石箱みたい。え、うまっ。